デニス・カール・ウィルソンはアメリカ合衆国のミュージシャン、ザ・ビーチ・ボーイズの結成メンバーの一人。デニスはウィルソン兄弟の二番目であった。いとこのマイクラブに促され、兄のブライアン・ウィルソンを誘って、サーフミュージックを演奏するバンドを結成した。ザ・ビーチ・ボーイズは1961年8月に、父親のマレー・ウィルソンの手引きで結成され、直ちに大きな成功を獲得した。 バンド名はカリフォルニア州のサーフィン文化から名付けられたが、バンドのメンバーで実際にサーフィンを行っていたのはデニスのみであった。ブライアンにサーフィンについての曲を書くように提案したのも彼である。デニスは当初音楽的経験をほとんど持っていなかったが、ドラムの演奏をほどなく習得した。しかしながら彼はセッションドラマーほどにブライアンの信頼は得られなかったので、 レコーディングでは、ハルブレインラに席を譲ることが多かった。それにもかかわらず、デニスはバンドの中で最も人気を得、ステージ上でのセックスシンボルとなった。ブライアンのバンドにおける活動が停滞するようになった。あと、デニスは1968年からバンド内の重要な作曲家となった。彼のデビュー作は、フレンズ、B 面に収録された、リトルバードであった。 1970年にリリースされたアルバムサンフラワーでの活躍は、著しく4曲もの優れた楽曲を提供して、アルバムの完成度向上に大いに貢献した。中でもフォーエバーは彼の代表作となった。1969年にシャロンテート殺害事件が起こるが、当時デニスはチャールズ・マンソンの貢献人であった。20、22収録された。 ネバーラン l e ト r n n は、マンソンの曲をリメイクしたものであったが、この一件でマンソンはデニスに対し報復を示唆した。このエピソードは、デニスの余生に大きな影響を与えた。1970年、モンテヘルマン監督のロードムービー、断絶のオーディションにジェームス・テイラーと共に合格、主役格のメカニック役で出演した。しかし、彼らをミュージシャンという先入観を持って見られるのを、 嫌った監督の意向で当時音楽的に絶頂にあった二人の楽曲は採用されず映画も高い評価を受ける一方難解な内容であったために工業的に振るわずデニスはその後俳優としてのキャリアを追求することはなかった1971年酔った勢いでガラスに突っ込み手に大怪我を負いドラムが叩けなくなってしまうこのことが要因でバンドは リッキー・ファターをドラマーとして加入させる。デニスはリッキーが脱退する1974年までキーボード担当としてステージに立っていた。1977年、ビーチボーイズのメンバーで初となるソロアルバムパシフィック・オーシャン・ブルーをカリブーレコードより発表。セールス的には振るわなかったものの、その重厚な内容は高く評価された。 同作は2008年未発表に終わった自作バンブーからの曲などを加えたレガシーエディションとして CD 再発されている。バンド内でのデニスとカールの音楽的進歩はバンドに大きな影響を与え、1980年代にビーチボーイズはアメリカンバンドとして再び受け入れられることとなる。しかし、その後のバンドにおけるデニスの音楽的な貢献は、 ドラッグやアルコールなどの悪影響もあり、限定的なものに止まった。1979年春には、マイクラブをステージ上で公然と侮辱し、1年間除名処分となった。そのため1980年発表のビーチボーイズのアルバム、キーピンザサマーアライブにはほとんど参加していない。1983年12月28日、泥酔状態のデニスは、 ロサンゼルスのマリーナ・デルレイで友人の所有するよと、エメラルド号の甲板から海に飛び込みで来し、去年39。彼は1984年1月4日に、カリフォルニアの沖合に葬られた。彼はその死で年の離れた妻、ショーン・ラブと幼い息子ゲージ、デニス・ウィルソンを残した。デニスは4度結婚している。キャロル・フリードマンとの間に、娘のジェニファー、 バーバラ・シャーレンとの間に二人の息子、マイケルとカールを設けた。またロバート・ラムの妻であった、カレン・ラムとも結婚歴があった。1970年代後半には、フリートウッド・マックのクリスティン・マクビーと同棲していたこともある。ありがとうございます。